まずはこちらの映像をご覧いただこう。え、何？何これ？ポケモンでキングという曲を流してみた動画です。すごいでしょ。とうとう改造に手を出したか。バカね、バイナリーエディタが目に入らなかったの？任意コード実行に決まってるでしょ。え、マジ？ってことは実機でも再現できるのか？当然でしょ、任意コード実行なんだから。ポケモンはついに作曲ツールになったというのか。すごい時代だな。いやまあ曲を流すこと自体はもっと昔からできていたらしいけどね。タスさんがピカ版でマイリトルポニーの曲を流す動画が2012年にニコニコで投稿されているわ。おそらくあれが最古のポケモンで曲を流す動画じゃないかな。さすがに人力では無理そうだったけどね。10年前か、随分前から試されてたんだな。私も何か曲をポケモンで流してみたくなったぜ。おや、興味を持たれましたな。でもなんか大変そうだよな、プログラムとかよくわからないし。プログラムなんかわからなくても曲は作れるわよ。楽譜がちょっと読めるなら余裕。本当か。がぜんやる気が湧いてきたぜ。ぜひやり方を教えてくれ。しょうがないわね、特別に教えてあげるわ。というわけで今回は、いかにして音楽を流したのか、そしてどうやって音楽を作るのかについて解説したいと思います。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずはいかにして音楽を流したのかってことからだけど、そんなことはどうでもいい？早く曲を作る方法を教えてくれ。って人はここまで飛ばしてください。では早速始めていきます。まずね、私は曲を任意コード実行で流すっていうことは不可能だと思っていたわ。なんで？マイリトルポニーの曲を流すのはずっと前から実行できてたんだよな。そうだけど、あれはタスさんがやっていたことだし、人力では無理かなって。それと一番の理由はなんだけど、曲を流すプログラムっていうのはメインループ内に組み込まれているからなんだよね。難しい言葉を使うのはやめてくれよ。つまりこう、なんというか、めちゃくちゃなスピードで動いてる新幹線にタックルするようなもので、余計によくわからないが、まあとにかく難しいってことだよ。何度か試そうとしたこともあったけど、見事に砕けました。複雑なんですよ。で、そんな難しそうなことがどうしてできるようになったんだ？ある日、アイスくんがなんか面白いアドレスないかなと、バイナリーエディタでデータの海をさまよい泳いでいたとき、なんとも落ち着きのないメモリを見つけたのです。これはなんだ？とそのメモリをいじってみると、今度は BGM が大暴れするではありませんか。アイスはこのメモリを持ち帰り、おばあさんと一緒に美味しく食べましたとさ。めでたしめでたし。めでたくないしよくわからないぜ。つまりこのメモリが BGM に使われるもので間違いないわけ。それでこのメモリについて調べてみたところ、どうやらこのメモリは今演奏している BGM の場所を示しているみたいなのよ。どういうこと？要はこのメモリを都合のいい場所に書き換えれば、好きに BGM を流せるってわけよ。それをうまく使って曲を流してるんだな。でもそんな簡単なことで曲を流せるのか。なんで今までできなかったんだよ。このメモリが音楽に合わせて動いているのはだいぶ前に気づいてたんだけど、動き方がよくわからないから見ないことにしてたのよ。調べてみたらジャストヒット、運が良かったわ。手を抜いて調べてたから気づかなかったってこと？そういうことになるわね。まあ結果オーライでしょ。あ、そうそう、都合の良い場所に書き換えると言っても、バイナリーエディタで直接書き換えに行くなんて無理だし、初期化等々の処理もやらなきゃいけないので結局プログラムは必要になります。うわ、また 1KB 手作業で書き込みなんてことではないんだろうな。オセロ作るわけじゃないんだからそんなにはいらないわよ。必要最低限のものだからほんとちょっとだけ。そのプログラムも後で伝授します。と、退屈な話はここまで。皆さんお待ちかねの作曲パートに入りましょう。やったぜ。こっからの話はバイナリーエディタが導入済みなのを前提に話していくから。本気でポケモンで曲を作りたい人はバイナリーエディタを作ってからやってみてね。はい。
まずポケモン、というかゲームボーイにはですね、パルスチャンネル、ウェーブチャンネル、ノイズチャンネルといった音を出す機構がありまして、なんて堅苦しい話はどうでもよくてだね。いいんか。いいのです。そもそもさっきのメモリの解析が遅れたのも、この難しいシステムを理解しようとした弊害ですよ。わかるわけねえんだこんなもん。まあ落ち着いてください。そういう難しいことはポケモンのプログラムの中でやってくれるので、我々が頑張って理解する必要はございません。ですので今回理解すればいいのは、音階と音の長さ、この二つだけ。これさえ理解すれば最低限曲を作ることができるわ。一気にハードル下がったな。とりあえずこれを見てごらん。なんだこの数字は。これはポケモンの世界のカエルの合唱です。とてもそうは見えないんだが。これを読み解くことから始めるわよ。カエルの合唱の音階は最初から言えるかしら。ドレミファミレドだよな。その通り、ポケモンの世界ではこの数字一つが一つの音に対応してるわ。ドレミファミレドならこんな感じ。音の数だけ数字が増えるってことだな。そうね。で、この数字と音階をすり合わせて見てみると、ドが03、レが23、ミが43、ファが53ってなっているのがわかるね。つまり数値が大きい方が音階が高くなっているのよ。確かに。一旦下桁は置いておいて、上桁に注目してみよう。ドが0、レが2、ミが4、ファが5。なんか一つ飛ばしてたりなかったりで法則がなさそうに見えるけど。ここで鍵盤の絵を問うか。何か忘れてない？て、あ、黒鍵か。そう、半音も含めると1と3も綺麗に埋まるわね。この調子で上の音も埋めていくと、このようになるわ。0のドから始まって B の島でそっくりそのまま割り当てられています。16進数だから F まであるけど、C 以降は今は使いません。なんだそれだけかよ、簡単じゃん。対応した音階に数字を当ててくだけなんだな。ほんとそれだけ。これでもう半分は理解したようなもの。ちょろいもんよね。楽勝だぜ。でもしより高い音とかどより低い音はどうすればいいんだ？それはまた後でまとめて説明するわね。てなわけでもう半分の音の長さについてです。これはもう察しがついている人がいるかもだけど、下桁の方を使います。簡単に言うと、数値が大きい方が長くなるわ。てかそれだけです。え、何その適当な解説。もっと詳しく言うなら、いわゆる16分音符が0、8分音符が1、4分音符が3、2分音符が7、全音符が F ってな感じ。これを上桁の音階と合わせて音を出してるわけですね。楽譜にするとこんな感じ。まんま楽譜じゃん。こんなに単純だとは。これでもう読むのも書くのも余裕よね。楽譜通りに読むだけだしな。それじゃあ実際に楽譜をポケモン用の数値に変換する作業をしてみよう。今回はマリオの地上 BGM の冒頭部分を変換してみます。テレッテッテテー、テン、テン、のところね。この部分の楽譜はこんな感じ。まずは符号を見て音の長さを考えましょう。16分音符、16分音符、と続いて。あれ、休符？どうすればいいんだ？休符もとりあえず長さだけ見ればいいわ。じゃあこれも16分音符、と。8分音符は1になるんだよな。できたぜ、余裕だな。それじゃあこれに音階をつけてちょうだい。任せなさい。まずどっちも2だから4が2つだな。次は、あ、休符か。どうすればいいんですか、先生。休符の場合は C を置きます。一番高い音が C の B だから、余った C が休符に割り当てられているってわけ。じゃあここは C、と。あとも順番通りにつけていって、こうだな。って待てよ。最後は袖7だけど、この袖って低い方の袖だよな。このままじゃ無理だぜ。ここでオクターブを上げ下げするコマンドが唐突に登場。それが E 君です。E を上桁にして下桁に0から8の数字を入れれば、オクターブの上げ下げが可能です。数字が大きくなるほど低くなるから、一つ下げたい場合は数字を一つ増やす。ってな風に使うわ。4から6が普通の音って感じだったわね。だから初期値は4ってことにしとくわ。じゃあこの場合は一つ下げたいから E5 を使えばいいんだな。正解。E5 は音符の前に置くだけでいいのか？ええ、それだけでいいわ。あとオクターブを変更するまではその音域を引き継ぐことになるから。それは注意してほしいポイントね。わかったぜ。じゃあ E5 をその前に置いて、休符をつけたら完成だぜ。惜しい。え？実は必ず置かないといけないものがあってね。それが再生終了コマンド。終端文字とかアネデパミとかと同じような部類で、音楽のデータはここまでですよっていうのを示す大事なコマンド。これを抜くといつまで経っても曲が止まらなくなるわ。アネデパミがいなくなるのと同義か、恐ろしい。終了コマンドは FF なので、これを曲の最後に置いて完成。ね、簡単でしょ？なんか美味しいとこ全部持っていかれたみたいで気に入らないぜ。ともかくこれで音楽データは完成よ、喜べ。そしたらこれの再生に入るんだけど、その前にコマンドの説明を少ししておこうかな。さっき出てきたオクターブ変更コマンドや終了コマンドの他にも、便利なコマンドがたくさんあります。全部紹介してたらキリがないので、曲を作る上で必ず必要となるものを3つ紹介するわね。まずは音のボリュームを決めるコマンドの DC。DC に続く数値の上桁でボリュームを指定できます。では下桁は何かというと、ズバリ音が消えるまでの経過時間。まあ平たく言うと、下桁が小さいと短い音になるってことね。符号付きで見るらしいので、8以上だとだんだん大きくなる。
って言ってもイメージつきにくいと思うので、DC の後にはとりあえず D に置いておけばいいです。マサラの BGM でもデフォルトで使われていた値なので間違えないはず。てなわけで DCD にも音楽データに加えます。で、二つ目。曲の速さを決めるコマンド、ED です。ED に続く2バイトで曲の速さを指定できます。値が大きいほど遅くなり、16が最速です。80から FF ぐらいが一般的なスピードって感じだったかな。1バイト目が0以外だと遅すぎる印象。今回は A0 で指定しておきます。そしたら音楽データに ED00、A0 も追加しときます。最後にループコマンドの FE、その名の通りループさせるコマンドね。だけど今説明するのはちょっと難しいからまた後で。これは曲の最初に置く必要はないしね。それじゃあようやく曲の再生に入ろうか。やっとか、待ってたぜ。まずは音楽データの書き込みを済ませましょう。DA30 にさっき作ったマリオのデータを書き込んでいきます。書き込みができたら、今度は上のコードを DA00 へ書いておきましょう。あ、今更だけど初期版や地下版ではできないかも。今回は赤緑青の後期版と VC に向けての解説になってます。書き込みが終わったら早速セレクトボタンで DA00 を実行。ちゃんとマリオだ、すげえ。じゃあ今度はループコマンドを使って遊んでみよう。DA41 にある FF を FE に変えて、00、30、DA をその後に加えます。FF が消えて大丈夫なのか？今回は大丈夫。鉄則には例外がつきものよ。書き込みが終わったら実行。終わらなくなってるぜ。ゲシュタルト崩壊しそう。これがループコマンドの力よ。使い方は簡単。FE の後にループ回数、ループさせたい場所を入れるだけ。ループ回数が0だと無限にループします。ループさせたい場所ってのは？例えばさっきの場合、DA30 に音楽データを入れたから、DA と30を入れ替えておいておけば最初からループが始まるわ。途中で同じフレーズが繰り返される時に便利ね。必須ではないけど、容量の削減になるから覚えておいて損はないわよ。へぇ、便利なコマンドがあるもんだな。あと FF を置かなくてよかったのは無限にループさせたからね。曲を終わらせる必要がなくなるから置いてません。それも臨機応変にってことだな。さて、これでめでたく曲を流すことができるようになったけど、ちょっと寂しくないですか？そうだな、なんか質素な音だったぜ。というわけで音に重みを持たせるべく、違う音を追加しましょう。というと、ソプラノとアルトみたいに複数の音を組み合わせるのよ。そもそもゲームボーイにはパルスチャンネル、ウェーブチャンネル、ノイズチャンネルの3種類がありまして。それさっき聞きかけたような気がするんだが。気のせいじゃない？まあ楽器みたいなものね。でもこの楽器はピアノやギターとは違って2音以上同時に音を出すことができないの。リコーダーとかを想像してもらいたい。確かにリコーダーは一つの音しか出すことができないよな。つまりゲームボーイで同時に出すことができるのは最大4音と決まっているわ。この4音という制約の中でうまいこと曲を作る必要があります。で、それぞれの楽器の特徴だけど、まずパルスチャンネルは、いわゆる主旋律と副旋律の役割を果たします。ポケモンの BGM の中でもごく普通に聞こえるあの音です。2つあるので、片方は主旋律、もう片方に副旋律って使い方ができるわ。一つ目の方は副旋律、二つ目に主旋律を持ってくるのが一般的っぽいね。ふん。次にウェーブチャンネル、これはベースのような使い方ができます。どうもパルスチャンネルと比べて低い音が出るみたいで、音の長さも均一。音は違うけど、基本的に音楽データの作り方は同じです。パルスチャンネルより音が低いことにだけ注意すれば問題ないです。あと音が区切れる時にプツプツ音が鳴ることがあるのもご留意ください。最後にノイズチャンネル、これは打楽器の役割。ドアを開ける音とか、メニューを開く音とか、効果音に多く使われるチャンネルだけど、他のチャンネルとは音楽データの作りがちょっと違うみたいなので、申し訳ないけど今回は割愛します。ごめんね。てなわけで実践に入ろうか。まずは副旋律の音楽データを作ります。ただのテストなのでどの音だけ出すようにしておいたわ。そしたら主旋律のデータとは違う場所に書き込んでおきます。今回は DA60 あたりに書き込んでおきました。今度はさっきの再生用プログラムを改変します。副旋律を入れた場所が DA60 なので、DA09 には60を入れます。仮に DB60 なら DA0C も DB に改変してね。それでは実行。おお、ちゃんとどの音が聞こえるな。今度はウェーブチャンネルの方も変えてみようか。ウェーブチャンネルは DA15 と DA18 に対応してます。また DA60 の音楽データを読ませるので、60、DA の順に入れておきます。問題なく流れているみたいね。ってな感じで違う音楽データを複数同時に流すことも可能です。どこを変えたらいいのかよくわからなかったんだけど。まとめるとこんな感じ。まず副旋律が DA09 と 0C、主旋律が DA0F と 12、ベースが DA15 と 18、ノイズが DA1B と 1E です。ひっくり返しておくこともお忘れなく、ノイズは使わないんじゃないのか？使
作りたい人のために一応そこまで組んでおいたわ。もしノイズを使いたい人がいたら DA01 も FB に改変してください。さて、私が教えられるのはこのあたりまでかしらね。なかなか歯応えのある話だったぜ。バイナリエディタさえあれば作曲もできるなんてな。相変わらずポケモン要素は皆無だったけど。まあここまで来るとハードの話になってくるからね。とはいえ音楽データの作りはソフトごとに違ってくると思うし、ポケモン独自の BGM 用プログラムも勝手にお借りしたから、ゼロとは言い切れないわよ。そんなの言われる前に気づかなかったしゼロでいいだろ。ここまでついてこれたそこのあなたはもうすでにベートーベン。片手にポケモン、片手に楽譜を持ってゲームボーイでの作曲を楽しみましょう。それでは、ここまでのお相手はアイスでした。チャンネル登録と高評価よろしくだぜ。